アイドルグループ兵、聖、ジャンプの矢部光太が18日、TBS、プレバト。に出演、俳句に初挑戦したが、前代未聞の採点結果となった。矢部は2013年に総大人間科学部、人間情報科学科を通信制で卒業。俳句は作ったことないんですけど、卒論の判定が A だったんでと自信満々。 同じく総大卒業の元衆院議員の金子恵美氏からハードルを上げすぎて大丈夫ですかと心配されるほどだった。果たして1位と最下位が残り、名前を呼ばれていないのはヤブと金子氏のみ。しかし1位は金子氏で、ヤブは最下位。しかも10点という低すぎる点数での才能なしだった。ヤブが夏の満員電車でというお題で読んだ句は、 幼子を守る隙間に青田風。青田風とは青々とした稲を波打たせる風のこと。ヤブは通学中の小さいお子さんがいるじゃないですか。その子たちが潰れないように大人たちが隙間を作ってあげる。その隙間にクーラーの風が涼しいと、青田風と若い子供をかけたとくの糸を説明した。しかし、特別永世名人の梅沢富夫からは、 季語をちゃんと勉強しないと。青田風というのは田園に吹く風。電車の中にそんな風が吹くか、と通列ダメ出しされた。さらに厳しい評価を下したのが俳人の夏井月さん。写真を見てない人には、本当にわからない。本当に、本当にわからないですねと首をかしげた。青田風は空間が必要なのに、わざわざ隙間に吹かせることに無理がありすぎる。 子供の成長を青田風で比喩に使いたかった。季語を比喩に使うと、鮮度が愕然と落ちるとおかしい部分を告げて手直し。元の句にどんどん線を引いて言葉を変えていった。あれよあれよと、残ったのは、子の一文字という惨劇。僕の書いた文字、ほとんど残っていないですねと吹き出る汗をハンカチで拭くと、MC の浜田正俊は爆笑した。夏井先生は、 子が潰れそう満員の冷房車と手直しした句を読み上げると、これでひとまず、あなたが言いたいことは、何とか伝わるようにはなりますと冷たい一言。浜田が、伝わるだけですと嬉しそうになぞると、夏井先生も深く頷いた。